北広って何もないよな。未開の地じゃん。それな。お待ちなさい。私は魔法少女ひろこ。あなたたち北広のことをバカにしてたわね。私の魔法で分からせてあげるわ。ミラクルプレゼンテーション、魔法少女ひろこのよくわかる北広島市。まず名前の由来から説明しようと思うんだけど、なんで北広島市っていう名前なのかっていうと、広島県の人によってできた町だからね。明治17年に北海道では住みよさナンバーワンの町となっているのね。で、この住みよさを実感するのにおすすめなのが、あの、何？北広のことよく知らないのにバカにしてすいませんでした。もう十分分かったよな。うん、分かった。分かってくれた？それならいいのよ。もし北広のことをもっと知りたくなったら、この魔法少女ひろこを呼んでね。 See you。魔法使ってないよね。だよね。北広島の良さは魔法がなくても十分伝わります。北広を知るのに魔法はいらない。